はい、アンディです。村田です。今回も村さんにしていていただいております。はい、お願いします。おはやレギュラーです。はいよろしくお願いします。お願いします。なんですけど、プロフィールの部分ですね。ここは今ね、ただの風景写真入れてるんですけど、はい、まあ本当に作風も変わってきたのもありますし、持ってるカメラももう違うよねっていうのもありまして、うん、ちょっと新しくしたいなというところで、じゃあお互いのプロフィール、バイオグラフィーのプロフィール写真を撮り合おうっていうのが今回のテーマになってます。はい、で、まあ、ライターに関して前回4人で開催したんですけども、岩井さん、恵子さんは、まあちょっと、本業の傍らということもありまして、まあ、毎回参加は難しいので、おそらく夏はちょっと難しいんじゃないかなということをおっしゃってて、まあまあ僕ら世代も確実にやるので、まああとちょっとメンバー新規が出るタイプが早いのか、まあ、その辺はね、おいおいまたちょっと YouTube 見ながら楽しんでいただけたらと思います。まあ今回はとりあえずお互いで、プロフィール写真撮り合いましょうという企画をやっていただきたいと思います。で、やっぱまあね、持ってるメインカメラをちょっと構えてるっていう構図がいいかなと思うので、はい、基本的に自分のマイカメラを持った状態で、で、僕の SL2S のボディに、村瀬さんのズミルックスをつけたハイブリッドカメラ、はいはい、ニコイチカメラで、お互いを撮り合うみたいな、はい、なので同じカメラ同じ画角というかその焦点距離、はい、同じ焦点距離で、撮り合っていきましょう。 OK です。はい、で、僕の写真は村瀬さんが撮ってくださって村瀬さんのチャンネルで出るということになってますので、はい、ぜひ合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。はい、ではよろしくお願いします。はい、じゃあ早速村さんのポートフォリオを撮っていきたいと思います。で、結構ね、さっき村さんがもうすでに僕のを撮ってるということで同じ、全く同じ構図、全く同じ、はい、位置でやっていきたいと思います。はい、では行きましょう。お願いします。電車待ってます。はい、ちょっと1枚影忘れてた、電車を入れたんですよ。入れてないんですよ。入れてない、逃がしたんですよ。じゃあ行けば、ちょっと電車待ってます。いやー、もう絵になるな、これ。ひたすらね、電車を待つ。まもなく。行きまーす。もう一枚。いや、もうなんか、ひどくないでしょ。やばいっすね。これやばいっすね。もうね、これ。決め決めっすね。なんかさっき村さんがもう作っちゃってるからもう一個だよ。もう僕の方が尺さらに短いっていう。行きまーす。もう一枚。オッケーです。いや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 、もう終わっちゃったっす。はい、もう撮ってみる企画最短記録。最短記録1分かかってないっすか。ですね。コース決まってるとやっぱりめちゃめちゃ早いな。早いですね。ちょっとだけですもんね。うん、もう押すだけだから。そうそうそう、迷ってないですから。そうそうそう。しかもコースも決まってるから。そうどうしようもねえな。楽ちんだ。楽ちんでした。はい、じゃあ楽ちんでした。よかったっすか。よかった。もうなんかこの後にね、あのバイオグラフィーがもう変わりますから。はい、変わりますね。皆さんお楽しみにしてもらって。じゃあそんな感じで、はい、はい、今回はこれで終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。